オイラの番だな。うん。ところでさ、よかったらこの後。はいはい、最後まで言わなくていいわよ。里に着いたら一落直行でしょ。さすがさくらちゃん、これって以心伝心ってやつ。少し違うわね。いわゆるバカの一つ覚え。あ、もちろんあんたよ。さくらちゃん、涼しい顔してなんちゅうお言葉。おいおい、任務が終わってじゃれ合うのはいいが、ほらお客さんだぞ。完璧に気配を消していたんだがな。どうやらそっちが一枚上手だったな。うん。てめえ、狙いは俺の中のクソギツネだな。ナルト、サクラ、下がっていろ。こいつの相手は俺だ。またそれかよ。いつまでも守ってもらうばっかの俺じゃねえってばよ。ああ、承知しているさ。まさかの時は。なに、俺も立場上カッコつけなきゃいけないって話だよ。というわけで、行くぞ。逃げらんねえぜ。次のは早いぜ。逃げらんねえ。次のは早いぜ。次のは早いぜ。ぶっ潰してやる。今度は私が相手よ。ここだ。やばいよ。次のは早い。やばいよ。
里周辺の警備が強化されて逆効果だったんじゃない？いや、これでいい。第一段階は成功だ。なんで？連中は温存していた戦力を警備につぎ込む。不安と疑心暗鬼にとらわれ惜しみなく、やがて九尾の人中力を守るため、全ての戦力はそれ一点に絞られ柔軟性を失う。伝説の三人ことジライアと綱でも同じだ。九尾に就寝するあまり攻守のバランスを崩す。その時こそ我らがつけ入るチャンスとなるのだ。絶、さらにこの我が国の情勢を監視しろ。お前の報告が今回の作戦の鍵なんだ。